しよし、じゃあ、始まりましたゆうときよびチャンネルです。今回はこちらの鈴木のプロンクス、試乗していきたいと思います。じゃあ早速ユッピシから運転してもらいましょうか。どうぞ。はい、どうぞやり方を教えてください。お伝えします。まずブレーキを踏んでいただきまして、はい、でまずは、パーキングからリバースに入れていただきます。これは普通に、はい、普通にあれですか、なんかあれがないから、はい、サイドを、これをサイドを押します。でこれ解除になりますので、はい、そのままバックオーライオーライオーライ、いい、安心ですね。あの上からね、ああそう、めっちゃ静か。この段差、あの歩道から降りた時の段差もほとんど感じないぐらい乗り心地もいいですよね。これ今アップルカープレイを使ってます。アップルカープレイ、はい、あ、お前や、地図こんな感じで出ます。あ、このサイドにあれもつくんですか。そうなんです、ブラインドスポットもつきますので、ね、はい、最近ね、このアップルカープレイ利用者の方多いんで、ね、はい、これ全部 LINE とか Google マップちゃんと見れます。あ、ほんまですか。 Google 派の人はぜひこれで使っていただきま す、ね、はい、今まで使ってたその履歴とかもね、はい、そのままフィードバックできるからですね。はい、まあこんな画面になるというご紹介でした、はい、ありがとうございます。どうですか、 1500cc 6速オートマ。緊張してます。おっとなんかまだ足が慣れてないから、もうちょっと、あ、でもそうか、こんなもんかな。ここにこの人がおるから、うん、なんか慣れない。気になります、うん、これあれですよね、できるんですよね。あ、できます。横の長いレバーがあるんで、それをこう引き上げてもらったら、うん、お、電気ついてる。電気ついてますよ。ああ、両方とも強い。1500cc っていうところがやっぱり絶妙な、ね、はい、バランスやと思うんで、全然踏んでない間にスイスイ行くね。うん、足もしっかりできてますしね。できますね、はい、SUV に乗ってる感がある。ある、うん、やっぱ昔エクストレイル乗ってたけど。乗ってた。どう、感覚的に。エクストレール、うん、もうちょっと重たい、うん、もうちょっと重いしどっしりしてる感じはあるけど、でも、うんうんうん、これと同じようにこう SUV に乗ってるっていう感じ、うん、エクストレールの時と同じ感じ、うん、がする、する、うん、こうシートもそうやし、うん、この感じが目線もそうやけど、うん、ガラスがすっごい寝てますよね。あ、寝てますね、うん、重厚感あるな。お、ハザードの押しやすい、うん、これ残念なのは乗ってたらリアテールが見えないっていうところですね。リアテールかっこいいですよ。かっこいいですね。かっこいいですよ。一回あの、はい、走ってんのを見ましたけど、はい、すごいかっこよかったです。あ、そうですよね、はい、事実上エスクード消滅っていうことですか。エスクード消滅ですね。消滅、絶版。絶版。ただどうも、はい、外国ではビターラ、はい、あーっていうその電気自動車のビターラが出るみたいなんで、日本ではちょっと消滅ですけど、はい、外国では全然まだまだこれから、はいはい、スタートしてくるんじゃないかなと。あの鈴木歴史館で見た、はい、世界各国で鈴木の車こんなん売ってますみたいな海外仕様のやつのパネルみたいなのあるんですけど、はいはいはい、かっこいい車いっぱいあって、かっこいいですよ。確かにどんどん外国の部分も入れてほしい、うん、いや本当はあのマルチ鈴木が扱ってる3列ある SUV もあったりするんですよ、日本には売ってないんですけど、はい、あんなん入ってきたら結構マニアックな人はすごい好きなんじゃないかなと思うデザインですけどね。3列シートです。 CX-8 みたいな感じですか。そうです、そうです、昨日たまたまあのジムニーのファイブドアを調べてて、はいはい、やっぱりインドではあのマルチ鈴木が扱ってるんで、はいはい、ホームページ見とったら出てきますよ。へ、どうですか、運転してみて。ロンクスはそうです、いい感じですね。忘れてましたね。忘れてました。普通のなんか忘れてました。普通にドライブして遊んでるみたいな感じ。結構1500で、まあちょっとこの道がね、今日は車多いし悪いからあれですけど、うん、でもいいですよ、うん、私これ乗って遠くに遊びに行きたい感じがする。ああ、いいですね。ブレーキの最後の残し具合とかもプンってならないですね、離しても。そうなんですよ。
結構その辺も考えて作ってると思いますし、ね、SUV 好き、もともと好きやって乗ったり K 乗ったりスイフト乗ったりいろいろここでも乗してもらったりするじゃないですか、はいはい、絶対大きい SUV が一番いいと思ってたけど、はいはいはい、由来で来てます川本さんのせいでそうなんですよ、まあ、どうしてもこう何でしょうね、こう市場、日本市場でのこうドンピシャなサイズっていう車がやっぱ少ないんで、やっぱどうしても大きくなる、やっぱりなぜ大きくしてるかといったら、やっぱり外国での売ることをやっぱり意識して大きくするとかね、トヨタさんもそうやし、いろんなメーカーさんありますけど、まあ、スズキはやっぱりそういう、さっきも言ったみたいにコンパクトな車を作るのが昔からやっぱ得意としてる、大事にしてる会社なので、やっぱりこう日本のこう道路事情にジャストサイズな、うん、はい、そうですね、走ってても狭い道、こういう風に狭い道とかもあるけど、横にちょっと車とか自転車とかあったら、車がちょっと大きかったら通り過ぎられへんというかな、あれもあるけど、大きくてがっしりしてる割に走りやすいからいいサイズ感、そう、うん、これでもね、幅何本あると思います？幅ですか？幅、はい、3ナンバー、ギリギリ3ナンバーじゃないですか、はい、大体どれぐらいと思います？幅、幅、はい、ざっくりというか、もう何本ぐらい？1600550ぐらい、はい、何ぼらいと思います、イメージ、ね、この長さを言ってるんでしょ、はい、160センチとか、あこれ幅ですね、これ1765あるんですよ、1765、結構ね大きい方なんですよ、はい、1765ってでかいですね、でかいんですよ、だからスイフトスポーツよりかも大きいですし、はい、でも乗っててそんなになんか大きくって感じないような、うん、大きくて扱いづらいことはない、全然そうそう、運転のしやすさやと思うんで、ロッキーで5ナンバーなんですよ、エップが好きなロッキーやね、ロッキー、うん、ロッキー乗ったことないけど、ね、見た目で好き、見た目が好き、幅が1695、全然違う、これ1765、うー、全長は得意とする4メーター切り3995です、全高は高さはロッキー1620、1m62、これは1550、お、1550ってね、はい、あれなんですよ、なんかいろんなところ出かけて旅行行ったりして思ったんですけど、はい、駐車場使う時155以下じゃないとあかんとか、うんうん、そうなんですよ、多くて入られへん、はい、で、おばの車が BB で163かなんかなんですよ、高さ、はい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 、入らへんところとかあって、 BB より低いの？これ低いこの間調べて予約するのに、うんうん、あの宿の駐車場な、うんうん、155以上なら申告してくださいって、うん、で BB の調べたら163点なんぼやったと思うね、うんうん、だから全然無理、そう全然無理、これちなみにあの前後はあの後ろのシャークフィンアンテナ見てもらったと思うんですけど、はいはいはい、あれをカウントして1550、はい、余裕、そうなんですよ、ね、だからもうアンテナ部分は気にせずリッチ入れるんですよ、はいはいはい、やっぱり SUV とか大きいのって幅もそうやけど高さで入られへんとこ増えたりするから、そうなんですよ、私ええこと言ったの、いやこれはよくいいとこに気がついて自分で言うって いやいいとこ気づいてもらいました、確かに低いメリットってなんやねんって多分誰もが思ってたと思うんですよ、ちょうどいいとこやで155とかそういうのが、そうなん、 SUV に低くて 何の意味があるねんって思ってる人絶対いますよね、思いますね、でやっぱそういうのもちゃんと計算して作ってある、はい、加速とかもなんかこうならへんな、ね、これめっちゃ快適、スイスイやし、スイスイ運転してても快適やし、欲しいもん全部詰まってるし、ここやね、この車欲しいな、ご購入ありがとうございます、うん、ここの上がり、うん、この歩道の上がりも最高、どうしよう、そこ入れます、あ、え、大丈夫、そんな入る無理、いけます、入れてください、一回試してどんなもんかそれモニターがあるから大丈夫ですね、はい、大丈夫です、大丈夫です、このモニターがあればぶつ切れ審判でやってないで、ちょっとはまり込んだな、大丈夫ですよ、ゆっくりで、あ、怖い怖い、無理か、ギリギリか、あ、ちょっと厳しいですか ね思ったよりはでかいですもんね、じゃあもうもうあの柱の前ぐらいボーンと突っ込んじゃってください、いいですか、はい、あ、でもいけそうか、いけそう、調整するな、出れる、逆に、あ、いけます、いけます、ね、いけますよね、これ、あ、いけます、いけます、いけます、こっちで、いけた、いけた、さすが、お願いします、
やればできんねん。これカメラだけど切り替えできる。切り替えできる。おー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 ね。危ないよ。これちょうど危ない危ない。ちょうどちょうどこのちょうどちょうどこのちゃんとこここです。こんなもんですか。ここですか。ちゃんと紫のラインで。あ、ごめんなさい。ちょっと紫のラインで。はい。ちょうど。あれってね、ここ切り替えできるんですよ、これ。で、これハンドルを動かすと、ここの線がこう動く。ああ、ほんまや。はい。で、このカメラでここです。はいはい。ちょうどこの。その、あの、紫のラインはミラーぐらいってことですかね。そうですね、ミラーぐらいですね。ミラーぐらい。はい。ドライブに入れてもらっていいですか。フロントカメラになります。あ、はいはい。こうフロントカメラ。出るときにちょっとこういう場面のときにはこのカメラが見通しの悪いとか、はい、フロントノーズ長い車やったら出れないですもんね、はい、カメラはあるに越したことないから、はい、で、あ、もう大丈夫です、パーキング、まあ、え、もう何も、はい、話しますよ大丈夫です、話します全然信用できませんけど、いや、ピーってでピーやけどさ、サイド上げたり投げやするからさ、いつも、うん、何もせんとこれ止めただけでいいって不安でしょ。そう、怖いですよ、なんかなんか刺してほしいほんまや、踏みながらってすごいな、新しいギーとかガチャとかはもうないんで、そういう安心感やったのに、出るときだけこれを押すってことですね。ブレーキ踏んで出るときだけ。そうですね。はい。あ、これ試してもらったらよかったですね。あ、ほんまや。ブレーキホールド。ドライブにしてみたらいいの。ドライブにしてみて。これでシートベルトしてもらって。で、あ、出た。はい。で、離してください。ブレーキ。大丈夫です。これ止まってるでしょ。あ、止まってる。止まるでしょ。怖っ。だからもうこれで今ブレーキホールド状態なんですよ。これでちょっとアクセルをキュッと踏んでもらうと実は回避なんです。そうなんです。おー、そういうことですね。で、今ホールドなんでまた離してもらうといいです。おー、あー怖いでしょ怖いこれは怖い。これはすっごい。ということはこれ一回押しとけば、うん、ずっと走ってる間そうなるってことですか。ブレーキ踏んだら、はい、あ、だから結構やっぱこのブレーキを踏んだりアクセルを踏んだりっていう動作はやっぱり意外と疲れてるので、まあ、そういった意味ではこう渋滞とかちょっとね、こう信号待ちとか足休めたいなというところ、全然今の体勢と踏んでる時の体勢では全然疲れ具合が違うと思うので、はい、まあ、そういうのもあってブレーキホールドうまいこと使い分けしてもらったらいいかなと。便利な機能がいっぱいついてる。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございました。なんか気になるところ大丈夫ですか。はい。ほぼ完璧ですからね、これ。そうやで。完璧に全てを詰め込んだパーフェクト。パーフェクト。だからほんまにこれ正直見た目がかっこいいって思っただけでも買う価値あると思うけどね。うん。思ったんですけど、やっぱりこの車より、まあ、例えばこう見てもらったように、はい、高さが欲しいとか室内の長さが欲しいとなると、やっぱりクロスビーの方がより四角に近いんですよ。なるほど。まあデザインはちょっとやっぱり違いますけど、そうですね、はい、やっぱクロスビーユーザーの方にもぜひ一度見ていただいて、はい、この車の良さはね、結構感じていただけたらいいかなとは思いますね。走りながらこれもちょっと使ったりしてたけど、あの調節とか、うんうんうん、でも使いやすかった、うんうん、なんか見なくても、そうそう、上にパンパンって上げたら上げるし、うん、下にパンパンって下げれば下がるっていう、そので、ここに何か動かすとここにつくねん。あ、そうなの。そう、こう上げて今何度ですよとか。あ、それはいいな。そう、今風どれぐらいですよとか全部出るから、うん、見ずにノールックで変えれるからいいな。いけるし、ここも押せる。あの、こう並んでも、うん、別にもうこのまま押せる。それは素晴らしい、こうやって、うん、パーフェクトです。パーフェクトですね。え、個人的には、うん、ちょっと僕もこの車の良さをもうちょっとこうアピールできたらよかったんですけど、またね、第2弾とかも撮れたら、そうですね、またお客さんの話聞きながら、ね、そうですね、そこはね、お客さんの声をこう聞けて、やっぱりもっと出せたらね、一番信憑性も高いし、はい、みんな聞きたいと思うんですけどね、はい、まあ、この車いいですよ。そうそうそう、そうですね、やっぱり実際使ってる人の話を。そうなの、実際のやっぱデザインがいいと、皆さんね、ね、本当にデザインでかっこいい、選んでいただいても満足できると思います。今回当チャンネルとしてはすごい有意義なお車紹介させていただいて、本当にすごい、めちゃくちゃキットしてもらっていい、はい、なさせて
そう、内装とか全部見させてもらって、走行の状況とかもやらせてもらったんですけども、すごいいい車なんで、見た目がかっこいいだけじゃなくて、しかも乗り味もすごいマイルドで、いいんで、もう皆さんこれ買って楽しいカーライフを送っていただければと思っております。こちら通常とセダーさん、もう こちらこれ試乗車になるんですか？あ、はい、こちら試乗車で置いてますんで、はい、気になる方はぜひご連絡いただきましたら、そうですね、お対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。電話こちらを書いておりますんで、予約とかしたらいいんですかね。鈴木アリーナ寝屋川北っていうホームページがありますので、はい、そこから試乗車でお客様の情報を入れていただくと予約できますので。あ、そうですか、はい、それで、あ、分かりました。じゃあそちらの方お願いいたします。なんかありました？あれ、なんかありました？あ、大丈夫です。OK。OK。OK。ということです。いやいやいや、本当にこれもう。やっぱ買ってくれる？なんで私が？ええ。買い与えろよ、私に。え？買い与えろ。買い与えろ。いや、いいね。これも人気が出たら、いろいろパーツとか出るんかな。そうやな。出てくれたら。もっと面白い。オートバックスとかにもジムに専用のとか置いてたりするけど、こういうのも出てほしいですね。まあ、これから出てくるかもしれないですね。ジムニーシエラも、はい、あ、そうそうそう、よかったらありますんで、はい、あ、これもいろいろあるから乗れるんですか？はい、試乗車でご準備させていただきます。こちらは5速マニュアルに、はいはい、5速マニュアル、はい、マニュアルのに自信のある方はぜひこちらで、はい、自信のある方あれは違うんですか？あれも試乗車で、あ、そうそうそう、スポーツ、スポーツ、これ6速マニュアルで、自信のある方ぜひ、自信出たわ、自信ね、なかなかスウェットスポーツの試乗車置いてるとこあるんですかね。あるいや、じゃあ、ね、オートマは多いと思うんですけどね、なかなかやっぱりこのマニュアルは少ないと思いますね、はい、自信があるから、自信がある方はぜひ自信がありますけども、最近もういいじゃないですか、これかっこいい。ちょっとまだ次の動画になっちゃうんで、あれなんで、うわ、これいいですね、マニュアル、うわこれも入ってきました。あ、出た。タフ。展示車ですね。タフワイルド。あ、こちら展示。はい、展示なんですよ。乗れるわけではないですね。はい、でも置いてますんで。ピカピカ。はい。これ新しい色です。ちょっとベージュっぽい。あ、はいはいはい。これいいですね。まあ、白といえば白なんですけどね。このカラーバリエーションがいいですね。そうですね。うん。今時のこの。こういうメッキが。はい。そうですね。してるんで。はい。で、ドアノブは黒と。ドアノブは黒です。はい。15号館ありますね。前もちょっとゴロッと変わりましたね、はい、あーいいっすね、あーいいっすね。この辺はちょっとね、エンブレムもちょっとブラックメッキで、そうですね、この目の周りも黒締まって見える、ホイールもいいし、うん、うん、頑張ってます鈴木すごいねこれ頑張ってます。いや、ほんまにね、なんかここ来たら、うん、正直全部ええやんってなっちゃうこれも欲しいし、あれも欲しいしってなっちゃうね。全然その車それぞれ性格違うのに全てよく感じる。これも今よく売れてるスペーシアの展示車置いてますんで、モデルチェンジしたやつですね、はい、こちらは展示ということですね。これは展示ですね。スペーシアカスタム、両方ともスペーシアカスタムですね。はい、スペーシアカスタム、色違いです。色違い、はい、中身は一緒です。中身一緒です。二つの展示なんですか。はい、カーキ。はい。でこっちはホワイト。すごい。かっこいい。いかつい。いかつ。いろいろ見れて面白い、ね。うん、楽しいね。ありがとうございます。すごい数々の車が置かれているんで。次はあれですね。こちらです。あ、こちら、はいはい、次こちらのレビューもさせていただければと思いますので、ぜひチャンネル登録して高評価していただいてからの次回の動画への待機、皆さん待機しておいてください。